こんばんは。あなたの前テレビ、リンキン TV のボスケです。ついも明けましてね、むちゃくちゃね、虫だらけです。完全防備でね、ロケをしてまいります。よろしくお願いします。さて、今回はね、レビューとしてはね、むちゃくちゃ久しぶり、ニュートニーをね、テーマでお送りしたいと思うんですけれど、まあ実は先日ね、ケレス C という CMOS カメラですね、あれをレビューしたところ、なんかね、このニュートニーがね、電子感棒の望遠鏡として使えるというようなことをね、何件か小耳に挟んでるんですけれど、まあ今日はね、これを使ってね、電子感棒をしたいと思うんですが、まずはじめにね、お断りしておきますのは、今の段階ではね、私、初心者のための電子感棒機材としてはね、おすすめしていないっていうことなんです。そのわけはね、やりながら説明できると思うんですけれど、個人的な考えは気軽と初心者向けっていうのはね、ちょっと別問題だと思ってますので、確かにね、これを使えばね、気軽に電子感棒はできるんですけれど、それなりのね、苦労があると思います。まあもしね、安さに惹かれてこれをね、電子感棒の機材にするんだったら、気をつけなきゃいけない点というのをね、いくつか紹介しながらこのビデオをね、進めていきたいと思います。ということで、開封しましょう。もちろんね、今までに何遍もね、開封してるんですけれど、まずね、ニュートニーを開けると、まあ先にね、この鏡頭の入っているこの段ボールが出てきますので、これを開けてね、鏡頭を取り出してください。はい、これがね、鏡頭ですね。そしてね、それから下段はね、このようになっていますが、まずね、三脚をね、組み立てましょう。三脚はね、このような自由運台のような形したものと、あとこのようなね、金属製の丸い棒、この3つでね、三脚のパーツになってますので、このね、自由台のようなものの下にね、しっかりとね、この棒をね、刺してください。カメムシがブン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 飛んでてうるさいですわね。カナブンも飛んでますが、ということでね、この三脚をまずこのように組み立てました。本来だったらね、このようにニュートニーをね、乗せればね、終わりなんですけれど、今回電子感棒ということで、この間にね、星をね、自動追尾する課題をね、ちょっと乗せないといけないんです。ということでね、この動画ではね、もう何遍も出てきてると思うんですけれど、自動追尾させる課題でね、私が最もおすすめしているのがこの AZ-GTI でございます。もうね、説明する必要もないかもしれないんですけれどね、これは自動追尾型の携帯でして、ここにね、電池を入れるところがあります。電池8本で星をね、追尾したり天体をね、導入したりする優れたものですね。外部電源もね、使えるんですけれどね、私は携帯性を損ねないために外部電源はね、使ったことないです。私はいつも電池を使ってます。でね、この三脚の上に AZ-GTI をね、くっつければいいんですけれど、この AZ-GTI の三脚ネジがね、太ネジ仕様になってますので、細ネジ太ネジのね、変換アダプターをね、つけます。で、このようにね、そこにネジをねじ込んで、1円玉とかでね、キュッキュッとやれば細ネジにね、変換できますが、注意してもらいたいのが、この AZ-GTI ね、細ネジに変換するとちょこっととだけね、このネジ部分がね、浮き出ます。なのでね、普通の三脚だとね、カメラネジを取り付けると、このね、出っ張りのせいでね、グラグラしちゃう三脚があるんですけれど、このニュートニーの三脚はね、ここに穴が開いてますので、このままね、くっつけてもね、全然大丈夫です。このようにね、しっかりとくっつけてください。はい、それではね、三脚と AZ-GTI がね、このように組み合わせられたら、今度はね、この AZ-GTI のここに水準器があるんですけれど、この水平器を見ながら、この AZ-GTI をね、とりあえず水平にしておきます。また後からね、微調整はしますが、とりあえず水平にして、この自由運台のね、底のネジを締めたら、これでね、基本的にはセッティングが完了です。ではね、今度このね、 AZ-GTI はね、ここがね、アリ溝方式になってるんですよ。なのでこっちがね、アリ型じゃないとね、くっつかないんですけれど、アリ型ってね、結構高いんで、まあ私はね、こういうアルカスイスのね、台座をね、使ったりしますね。これね、800円もしないぐらいの値段で売ってたやつなんですけれど、アマゾンで。ここにね、ちょっとワッシャーをね、養生テープでくっつけて、ここのね、ねじ込み部分がね、当たってもね、このプレートがね、傷つかないようにね、ちょっと工夫はしています。で、このようなね、アルカスイスの台座をこの下にくっつけて、くっつけ終わりましたね。そしたらね、この AZ-GTI にね、キュッキュッとね、固定すれば、ニュートニーと AZ-GTI がね、このように固定できます。はい、それではね、今度はここからがね、初心者の方がね、つまずきやすいポイントがね、続出する場面なので、よくね、聞いていてほしいと思います。まず起動する前に、このニュートニーを真北にね、向けないといけないんです。 AZ-GTI に対してニュートニーが左側に来る、このね、取り付け方でニュートニーを真北にするんですね。でね、私今屋外にいるので北極星が見えるんですけれど、北極星がね、見えない場合はこのようなね、コンパスのね、アプリを使うとね、便利だと思います。設定の
ところでね、トゥルーノースっていうのがあるので、それをねオンにしておくと矢印がね向いた方がねちょうど真北になりますので、これでねしっかり真北に合わせてやります。はい、真北に合いました。今度はね同じアプリの中でこのようなね水平器がありますので、これを使ってね今度はニュートニーをね水平にします。こんな感じでね水平になるとね緑色に光りますので、この緑色になった状態でこのね AZGTI の向こう側にあるクランプをしっかり締めます。わかりましたかね。ポイントはまず AZGTI を水平にして、ニュートニーを真北に向けて、でニュートニー自身も水平に向けるってことですね。で最後にクランプをしっかりと締める。クランプはねしっかり締めてないとね後で追尾不良の原因になりますからね、そこも押さえておいてください。水平のねクランプもねこっち側にありますが、これもねしっかりね締めておく必要があります。さてこの状態でねアイピースが付属してますよね。このアイピースをね挿してみてください。今からやるねアライメントっていう作業に必要です。あと一つねやっておいてほしい点は、ニュートニーってねこことここ一応ねファインダーの役割をする印がねあるんですけれど、正直ねこれだとねどこの方向を向いてるのかねいまいちねつかみにくいです。まあですのでねストローが本当は最もいいんですけれど、こういうまっすぐな棒をこういうようにつけてね、どこの方向を向いてるのかがね分かるようにしておいた方が、今からやるねアライメントっていう作業がねすごい楽になります。まあこういう余剰テープとかでね棒はね止めといていただければいいと思います。はい、それではね AZGTI 動かしましょう。まずね AZGTI のね電源をねオンにします。パチって言いましたね。オンにしたら電波が届くので、でねこの AZGTI の場合は操作するアプリがねシンスキャンというアプリなので、それをね立ち上げて、まずね一番初めの画面のアライメントっていう望遠鏡のマークをクリックして、でその次にねまあブライトスターアライメントっていうのとツースターアライメントっていうのがあるんですけれど、今日紹介するのはねこのツースターアライメントっていうものを使います。でね前点にねいっぱい星がありますので、その中からね今見えてる2つの星をね選択してください。私の場合はねアルタイルとアルフェラツにしましょう。でそれを選択したらねアライメントを始める。でまあこのアプリのね指示に従ってね選択すればこのようにねガーって動きます。今ねアルタイルに向かってね動いてます。はい、止まりましたね。はい、それではねこのね AZGTI を使った自動導入の初めのね設定のところで最もね難しいところ今からやります。初めに北とね水平をねしっかり合わせたと思うんですけれど、どうしてもね合わせきれていないところがあって、この状態ではねおそらくアルタイルが望遠鏡の中にね入っていないんですよ。ですのでこのね望遠鏡を覗きながらアルタイルをちゃんとね中心に入れないといけないんですけれど、やっぱり入っていないです。まずねニュートニーのねピントも合わせないといけないですね。ピントはねこの接眼レンズの付け根についてるねこれをね回すことでねピントをね合わすことができます。これをね回転ヘリコイド形式って言いまして、ピントはね合わせようとするとね接眼レンズもね回転する、そういったピント調整装置なので、ここのところがね後からカメラをつけるときに難しい操作のね一つとなる点なんです。後で何が難しいかわかると思います。でね当然案の定ね何も入ってませんので、覗きながらね微調整します。はい、今ね導入することができました。この中心に見えてるね光がねアルタイルの光ですので、中心に来たらね OK なんですけれど、ここでねまたちょっと初心者つまずき点がね1点あります。こっからね次に進めないよっていうねお悩みがね結構あると思います。初心者の人はね初めねこれ本当にねわからないと思うんですけれど、今上の矢印光ってるじゃないですか。この光ってるやつが残ってたらね次に進めないんです。この光ってるボタンを軽くちょんってね触ってね、この光ってるボタンをなくしてください。実はねこれギアの遊び、それをねなくすためにちょっと回転方向にポンってね押して、そのまあバックラッシュって言うんですけれど、そのバックラッシュを修正するためにねこの操作を強制させているんですけれど、ここがね非常に分かりにくいんです。ということで光ってるボタンを全部なくしてから次に進めます。はい、次はアルフェラツでしたね。ツースターアライメントだと2つともね一等星が選べれるっていうような広い空がねない時がありますので、1個目にねアルタイルを選んだら近くにあるねベガとかデネブだとかね、そこら辺の一等星がね2つ目にね選択できないんですよ。で私のねこのキャンプ場はアルクトゥルスだとかアンタレスだとか他の星もちょっと山に隠れて見えないので、で仕方なくね2等星のアルフェラッツを選んだってわけです。これはねきっと皆様の環境でも似たようなことが起こり得ます。マンションだったら確実にね半分見えない
ないですしね、隣にねビルとかがあったら本当にね限られた範囲で2つの星を選ばないといけないので、2つ目は2等星だとか3等星、それをね選ぶってことがね十分がありえますので、まあそこがね一つ難しいところかなと思います。まあ2等星の名前とかね私も全然言えないんですけれど、そういうちょっとね有名どころの2等星の名前を知っておくとね自動導入するときは便利な時がね結構多いです。それではアルフェラッツまたね中心に合わせます。はい、ということでねアルフェラッツをね無事導入終わりました。私もねかなりね望遠鏡は慣れてるんですけれど、操作はねやっぱりニュートンに行ってこっちから覗きますし、ファインダーがないのでやっぱこの箸すっごい重要です。ニュートンにね胴体が太いんでどこの方向を見てるのかね結構わからないんですよね。ですので初心者の、ね、方はねこういったファインダー代わりになるようなものを必ずねつけていただいた方がいいと思います。さてここまでできたらね、まあ、つまずきポイントのね 50% はねもうクリアしたようなものです。ということでね電子官房のね準備をしていきましょう。まずね電子官房に必要なのはねパソコンですね。スマホが使えるシステムもねあるといえばあるんですけれど、今まだ主流はねこうした昔ながらのパソコンを使った操作になります。スマホがね使えるようになるとねだいぶまた敷居が下がると思うんですけれど、結構ねこれを使うっていうとね難しそうだなってね感じちゃう方が結構いらっしゃるとは思うんで、まあ、ただねそんなに難しくないです。でパソコンの電源入れてる間 CMOS カメラをね準備しますよ。はい、これがね例のケレス C CMOS カメラの箱でございますね。開けます。そうするとまあこんなようにねケレス C が入っているわけです。ちっちゃいですよね。これがね電子官房のためのねカメラでございます。ちゃんとねセンサーがねついてますよ。あと準備しないといけないのがこのケレス C をパソコンにつなげるためのね USB3.0 ケーブル、これはね付属品です。でまあ上級者の人はねいろいろひいきにしているソフトもあるみたいなんですけれど、まあ私はねこのカメラを動かすソフトはねシャープキャップがいいかなと思ってます。機能は十分ありますし、更新もね結構頻繁に入りますし、何よりもね日本語が使えるっていうところがね初心者の方にはね敷居がね低いっていう、まあそれがね私の理由ですね。どれどれがいい便利だよって言われてもね、それが英語だとねやっぱりそれだけでもねちょっと心理的な壁ができちゃいますよね。まあちなみにねパソコンに関しては結構このシャープキャップっていうのは下級なスペックのねパソコンでも十分動きますので、私のやつもね4万円ちょっと新品でねそれぐらいで買ったものですので、まあこの辺にスペック出しますが、まあそんなにね大金投資しなくてもいいと思います。まあただ USB3.0 ね使えるので USB3.0 端子があるやつの方が私はねおすすめですが、私はね残念ながら USB2.0 タイプです。はい、今ねシャープキャップがね立ち上がっています。まあこの辺はねお金出せる人がねさささっとねいいパソコンでね進むと思うんですけれどね、安さの弊害ですよね。遅い。まあこのソフトの使い方もね難しいといえばね難しいんですけれど、これはねもう本当に覚えてもらうしかないです。スマホアプリみたいにね、あこれポンポンポンってやればねいいなってね、そういうものではありません。ですのでねあまり動画が長くなってもいけませんので、ソフトのね使い方っていうのはね省略していきたいと思います。まあ、今回はねニュートニーの話ですのでね、ソフト操作のね難しさっていうのはねどれ買っても一緒ですので、はい、それではねここからがねなかなか難しい部分でして、カメラをねニュートニーに取り付けていきたいんですけれど、実はねこういう CMOS カメラってちょっとでもねピントがずれると星のね像がね拡散しちゃって、で暗くなってモニターにねすごい映りにくくなります。つまりピントがね今合ってる状態が合ってない状態なのかっていうのがね分かりにくいんですよ。で普通の望遠鏡だったらねこうくる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 ってやればねこう伸び縮みねすごいしますので、どこかね通り過ぎた時にね星がボッてね映り込むことがあるので、あここがピントの位置だなって分かりやすいんですけれど、ニュートニーの場合はねそういうわけにもいけません。なのでねちょっとあらかじめどの辺でピントが合いそうなのかっていうのをね予想しながらねつける必要があります。上級者の人はねそこら辺が分かっててねさっさっさとセッティングできるんですけれどね、初心者の人はね多分そこら辺がねなかなか難しいところだと思います。ではねまずアイピースを外します。さっきね2スターアライメントの時に星を見てるのでピントはねもう合わせていただいてると思うんですけれど、このねニュートニーの場合はピントが合う位置がねこの部分なんです。この部分なのでねちょうどねこの面の部分ぐらいでピントがね合ってそうだって言えますね。ではその次にこのカメラはっていうと、実はねセンサーはね 7.5 ミリ引っ込んだところにねセンサーがあります。なのでね基本的にはね本当に軽く刺せばねいいんですけれど、ちょっとねあまりにもこれだとねカメラがね落ちちゃいそうなので、もうちょっとねネジを出した状態でカメラをもうちょっと奥に入れて、多分ねこれぐらいでねピントが合うんじゃないかなとね私はね予想しながら今刺しました。
ただね、私でもね、結構それは難しくって、本当にねピントが合ってるかどうかはね見てみないといけないんですけれど、よかったよかった。大まかにね目処はつけておいたので、あまりねピンボケで広がることなく、ちゃんとモニターにねこのように映ってくれましたね。このようなね状態になれば、あとはねピントを追い込むだけです。というわけで、このニュートニーの焦点を回しながらピントを追い込んでいくんですけれど、回転ヘリコイドですので、ピント合わせるとね、カメラもね、このようにね、回転しちゃうんですね。何かね、構図を決めたいときはね、一回ピントをある程度追い込んでからカメラの回転をね、戻して、さらにね、最終段階にピントを追い込むっていう、そういうことをする必要があります。それでは、追い込み作業開始。はい、ピント調整ね、ある程度終わりました。まあ、このようにね、星がね、点になっていればね、OK です。このね、ニュートニー自体がね、球面鏡って呼ばれるで、球面周差っていうのが残る光学系ですので、そこまでね、ビシッとね、シャープに決まらないんですけれど、これはこれでいいです。ピントをね、正確に追い込もうと思ったらね、かなりね、難しいです。時間がかかりますので。はい、ということでね、ここからはね、いよいよ天体をね、導入していきたいと思うんですけれど、ここに映ってたね、星、これがね、さっき導入していたアルフェラッツですよね。で、このアルフェラッツ導入した時点でモニターに映すとね、やっぱりどうしても中心からずれてますので、このね新スキャンの十字ボタンでね、この星がね真ん中に来るように調整しないといけないんですけれど、より正確なね導入するためにね。ただね、初心者の人はこの十字ボタンのね向きと、この星が動く向きをね揃えた方がいいと思います。で、私ね今上を押すと下に向かうので、この状態を避けるために、このねカメラをね焦点をねなるべく変えないように180度ね下向けます。はい、今ね回転させました。そうすればね、右を押せば、まあ、右に向かってね動きますしね、上を押せば上に向かって動きますので、操作がねかなり楽になると思います。で、今ねアルフェラッツを真ん中にしましたので、中心に合わせたらね再アライメントします。このねポイント&トラックっていうところで押せばねいいですので、はい、それではね、いよいよねディープスカイ見ていきたいと思います。せっかくね今アルフェラッツアンドロメダ座にね向けてますので、アンドロメダ座の中にある有名な天体といえばアンドロメダ銀河、それをね導入していきたいと思います。でね、これもね図鑑とか見ながらねやらないといけないんですけれど、天体にはねメシエナンバーだとか NGC ナンバーだとか IC ナンバーだとかね、そういう番号がね振られてますので、そういう番号をね調べながらね導入すると楽です。アンドロメダ銀河だったら M31、 メシエ31なんですけれど、それが問われるので31を入力して導入ボタンを押します。そうするとね、アンドロメダ星雲に向けてガーってね動きます。残念、見えないかもしれないですがね、ちょうどこの部分にねぼやっとしたものがね入りましたので、携帯だったら映るかな。あ、携帯だったら映ってます。今ねここにねぼやっとしたものがね導入されましたので、このね一番中心のね濃い部分をね真ん中に寄せたらね、これでね導入成功です。それではね中心に寄せますね。さっきね十字ボタンとね動く方向合わせたので、右にね押すだけですね。はい、今このねアンドロメダの中心、これをね画面の中心に移動させましたので、これでようやくね電子感応開始ということです。ここまで終わればね、あとはソフトの操作になりますので、ニュートニー上の難しさっていうのはねここまでだとは思います。それでは観測するぞ。はい、とりあえず私のセレスシーンの設定はアナログゲインはねだいたい400、露出時間はね3秒ぐらいでやってます。はい、ということでね、私の電子感応もねかなり時間が経過してきました。じゃじゃん、今ねこんな感じです。アンドロメダ銀河がねしっかりね綺麗に映ってますよね。ただね、どうしてもね軽大なので、時間が経つとねこう視野がね回転していきます。このね視野がね回転して隅っこがね黒くなるのはね正常ですので、これはね追尾不良ではありません。ということでね、この辺で8分間ねもうやってますので、はい、いかがでしたでしょうか。今回はねニュートニーを使った電子感応ということで、アンドロメダ銀河をね実際にね導入してね電子感応しました。まあ多分ねお気軽っていう面ではね一番お気軽だと思います。本当にね機材これだけですからね、他ね何も用意してないですしね。ただね、お気軽イコール初心者向けってわけではね決してありませんので、お願いがあるんですけれど、決してね私ね初心者にねこのシステムをねおすすめするためにこの動画を作ってるわけではありません。ただあまりにもねこの組み合わせにね興味を持たれる人がねいるので、それでねちょっとね難しいなってね思われる方もねいらっしゃるかもしれないので、このようにね初心者がねつまずきやすいポイントをね一個一個潰しながらね説明させていただきました。やっぱりねちゃんとしたファインダーがついて、
で、しっかりとしたね、ラック&ピニオン方式の焦点装置があって、で、なおかつね、カメラが回転しないで、で、さらにね、はっきりと映るものが、やっぱりね、初心者の方にはね、好ましいとは思っておりますので、ただね、そういうね、望遠鏡がね、今ほとんどね、ないんですよね。前回紹介したね、FMA とかはね、あれはね、鉄板なんですけれどね、本当に高いですし、あとはね、本当にこの200ミリ前後ぐらいの望遠鏡でね、初心者がね、無理なく楽しめられるね、望遠鏡っていうのがね、ほとんどないので、そこら辺のところね、メーカーさんにはね、よりね、選択肢がね、増えるようにね、開発をね、お願いしたいとは思っております。口径50ミリぐらいのね、屈折望遠鏡でね、アメリカンサイズのラック&ピニオン方式で、まあ、覗き穴ファインダーでもいいんですけれど、ちゃんとね、今望遠鏡がね、どこを向いてるのかっていうのがね、わかりやすいファインダー。そういうのがね、ついてるものを、電子感棒のね、初心者用の鏡頭としてはね、待ち望んでおります。ということでね、今回のね、動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。